域の名前は？血液型は？兄貴はどのクラブやってるんだっけ？お父さんって何やってるんだっけ？お母さんは？私の名前ってなんだっけ？毎度ご乗車いただきましてありがとうございます。まもなくお忘れ物のないようご注意ください。それでさ、ほんと信じらんないよね。兄貴、兄貴、兄貴、いい加減に起きないと遅刻しちゃうよ。全然起きないからわざわざ起こしに来てあげたんだな。まともに起こしても起きないからじゃない。もう今日から兄貴も高校2年生なんだからもうちょっとしっかりしてよ。しっかりしてくれない。私だって困るんだ。そんなのいいじゃない。別に。ほらほら、もう朝ごはんできてるからちゃんと着替えて降りてきてよね。兄貴、ちょっとお醤油取ってよ。サンキュー。そういえば兄貴は今年クラス替えがあるんでしょ？かわいい女の子と同じクラスになれるといいね。今より深く落ちるところないもんね。口だけじゃなくて全体的に可愛くなったでしょ？それじゃ途中まで私も一緒に行くよ。ちょっと兄貴待ってよ。もう兄貴ったら、もうちょっと可愛い妹に気を使うってことができないの？兄貴のバーカ。こっちの方だから、また後でね。おはよう。今日は早いね。いつも私より遅いのに。今年は同じクラスになれるといいね。小中高校と同じ学校だけど、同じクラスだったのは中学の2年が最後だね。今年は同じクラスがいいな。最後ぐらい一緒がいいよね。あ、クラス発表されてるよ。あ、私 B 組。同じクラスだね。ほ
本当にそうだね。でも、ちょっと嬉しいな。もう、相変わらずなんだから、もういい。怒ってなんかないよ。ただ呆れただけ。もう、本当に鈍感なんだから。大体ね。話をそらさないの。朝っぱらから夫婦喧嘩もいいけど、そろそろ教室行かないと朝礼始まるぜ。あや、もうあやまで茶化さないでよ。だって本当のことだろ。うん。ごめんごめん。それよりもそろそろ教室行こうぜ。そうだね。それじゃまた教室でね。よう、朝からだいぶ鼻の穴が広がってるぞ。何かいいことでもあったのか。おう、純介も一緒だぜ。おうよ、これで桃山高校の冴えない軍団も安泰だな。もちろん、1年の時にお前と意気投合してなんやらかんやらやってるうちに純介も加わって結成された新進気鋭の冴えない軍団じゃないか。誰が冴えない軍団だって。もちろん僕たち3人揃って。まあそれにしても彼女がいない高校生活は何かと寒いよな。ああ寒いどころか乾きまくってるよ。誰かこの俺の乾いた心を愛のラブスコールで潤してくれる子はいないのか。ああ寒い寒い寒すぎる。誰でもいいから温めて。この手のぬくもり最高。まあいつものことさ。ちょっとしたら女子に襲いかかって殴り倒されて正気に戻るさ。まったくこんなやつだな。そのまあ一応これから2年間よろしくね。そんじゃね。そうだ、あんな可愛い子の知り合いがいたなんて、今までなんで黙ってたんだよ。俺は冴えない軍団の一員として悲しいぞ。およ、お前があんなに可愛い女の子と親しそうに話してるのに死んでられるか。なに？幼なじみ？なんて甘美な響き。しかも二人もか。うまくやったな。子供の頃からの根回しってやつか。そっか、でも羨ましいぞこの野郎。でお前どっちの子が狙いなんだ。それじゃああの二人とお前は単なる幼なじみなんだな。贅沢言うなよ。俺の幼なじみなんて広久だけなんだぜ。それに比べればな。お、なんか先生が来たみたいだぞ。もちろん
じめまして、山形奈美と言います。よろしくお願いします。はい。立花純介です。趣味はバイクいじり、好きな教科はありません。嘘つくな、保健体育だろうが。つまんねえぞ。それでも冴えない軍団の一員か。高橋博下と言います。部活はバレー部に所属してます。趣味は女の子にアタックすることです。好きな教科は大原先生が好きです。趣味は振られることだろ。今度桃山高校に転校してきました山形奈美です。趣味は映画鑑賞です。よろしくお願いします。東京から来た女の子か。なんか彼女神秘的な魅力があるよな。早速アタックしちゃおうかな。悪い弟みたいにいろいろ言われるんだろ。それが嫌だったらちゃんとかすみに一人前の男として見てもらえるように努力しろよな。そうそう、誠意を持ってちゃんと謝ればかすみも許してくれると思うから。どうしようかって相談してきたんだ。そうだな、もうちょっとしっかりしろよ。まったく昔から進歩しねえな。ま、喧嘩するほど仲がいいってことかな。
うん、結構このゲームやってるんだ。私、北条明、バスケ部なんだ。うん、そうだよ。彩とは1年の時からのチームメイトなんだ。そうだね。それじゃ、また今度対戦しようね。この学校、もう少しなんとかならないの？よろしくね。ええ。2回目だから、もう慣れてるの。ええ。そうね。山形奈美です。よろしくお願いします。はい。みんなどこにかけるのか決まったね。それじゃ。イカ様とは、あたしのは芸術のような技なの。
人ね。そう。こちらの方こそよろしくお願いします。あ、綺麗な街ね。本当に素敵なとこね。この街、街の人、町の風景。今日はありがとう。何かいいことでもあったのか？兄貴、どうせ一緒に帰ってくれる女の子なんていないんでしょ？だからその私が一緒に帰ってあげようか。バカ、私の気持ちも知らないで。兄貴なんて知らない。はい、斉藤です。ああ、あんたか。今日は何？なんか用？私も暇だし。別にいいよ。あ、それでいいや。それじゃあ。するなよ。あんたが時間通り来るなんて。カッター持ってきた方が良かったかな。そういう意味だよ。よっ。最近ちょっと調子が悪くてな。まあぼやくなよ。行きたくなくなるだろう。ん？なんか人だかりができてるな。なになに？廊下の告白、美少女転校生山形奈美、お相手は同じクラスの？
お前なんてやつだ。いきなり右も左もわからない純粋な転校生を晒し込むとは。見えすいた嘘を許せん。おはよう。この写真ちょっとピンが来てないわね。もう少し絞った方がいいかしら。このキャッチ嘘ね。だって私は恋はしないの。そろそろ教室に行くわ。変な子だな。都会の子ってみんなあんな感じなのかな。かわいいでしょ。近所の男の子なのよ。両親が仲がいいから小さい頃から知ってるの。どうもありがとう。もうかわいい弟なんだからからかわないであげて。高田、何事です？ご迷惑をおかけしたようですわね。この者の不始末は全て私が取らせていただきますわ。そうですか。それでしたら何かありましたらこちらの番号にお電話いただけます？何か。私、A 組の前田玲香と申しますよ。あなたは？そうですか。これも何かのご縁。今後ともよろしくお願いしますわ。それでは。最近のあなた、なかなか素敵ですわね。あんたももう少し落ち着いたら？この前の手紙だけどさ。これだったら大丈夫じゃない？です。ああ、
方ですわね。
私と約束があるんだ。本当にごめんな。この埋め合わせはするからさ。それじゃ。何かいいことでもあったのか？相変わらずフラフラしてんのか？そうだな。まあ、楽しくやろうぜ。はい、斉藤です。ああ、あんた、うん？ごめん、なんでもない。うん、嬉しい。ああ、それでいいや。それじゃあ、あのさ、楽しみにしてる。
何かいいことでも。しないとダメなの。上手くないから上手にやるにはそれだけ努力が必要だってことね。お世辞がうまいわね。それがお世辞なのよ。もう誰に習ったのかしらね。はいはい、わかったわ。私はもう少し練習するから早くお帰りなさいな。さようなら。気をつけて帰ってね。Thank you.
慣れ慣れしく声をかけないでくださる？まだあなたのことお友達と認めたわけじゃありませんのよ。お待たせ。もう一人赤点取りそうなやつを連れてきた。そうだな。おい、お前どっちの子に教えてもらいたいんだ？それじゃ決まりだな。わかる？
私たちが今こうやってデートしてるの。